部下のポテンシャルの上げ方って言ったでしょ。多分ね、正蔵はポテンシャル上げられへんやろなと思うんですよ。人を、社長のいいところは漢字で言うと信頼なんですよ。信じて、その子のことを信じてるから頼ってるんだよっていうのが相手にきちんと伝わってるんですよね、うん、じゃあエリカ社長が一番大事にしてることって何ですか。こんにちは、こんばんは、おはようございます。谷本家取り込むチャンネル、谷本義嗣です。よろしくお願いします。エリカ社長です。よろしくお願いします。いや、今日は夫婦揃ってラブラブしていきましょう。ラブラブ今日はお二人久々に揃った YouTube チャンネルの収録なんですけども、はいはい、あとテーマとして、うん、仕事でやる気が出ないとかモチベーションが上がらないという声っていうのはよく耳にするんですけども、そこに関して部下のポテンシャルの上げ方であったり引き出し方っていうのをお二人でお話しいただきたいなと思いまして、これは有料にしてほしいな。本気で喋っていいの。本気でお願いします。谷本家、エリカ社長、私結構たくさんの従業員の方を雇用させていただいてまとめる立場にあるんですけど、私の中ではポイントとして2つありまして、まず目標を管理してあげる、もう一つがメンタルを管理してあげることでモチベーション上がる方、このどっちも管理してあげることによってモチベーションが上がる方、ポイントとしてはこの3つかなと。まずね、正蔵が部下のポテンシャルの上げ方って言ったでしょ。多分ね、正蔵はポテンシャル上げられへんやろなと思うんですよ。人をダメ出しになってます。いや、まあ、ほんまそうなんですよ。だから部下とか上司とか、はいはい、こういうカテゴライズされていることで、そもそも例えば誰かのことを育ててあげたい、その子の潜在能力を引き出してあげたいっていう場合に、対等っていうのが元々の条件なんですよ。会社もじゃあ何年か先に生まれて何年か先に入社しただけ、たまたまその方が上司であって、たまたまその方が部下っていうカテゴライズされてる中で、その方と同じ目線でその方により伝わるように、だから部下と思ってたら伝えよう伝えようとしてるんですよね。でも伝わるようにするにはやっぱりその方の目線とかと同じところで喋ってあげる、その方の温度感と自分の温度感っていうのをきちんと同じ温度に引き上げていく。その方の温度が冷たいから、例えば自分の温度も冷たくしたら同じ温度やけど、これじゃ伝わらないですよね。だからそういう部分でそもそも正蔵はベースから間違ってるんじゃないのかなと思うんですよ。今のエリカ社長のおっしゃったことっていうのも部下と上司みたいな感じに聞こえちゃったんですけど、そうではないってこと。そうではないですね、というかどっちかっていうと谷本社長の方が人の物差しに立ててないですよ。うるさいお前ほら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 これ天才型やと思うんですよ。なるほど。天才って相手の物差し尺度に合わせることはできないんですよ。今のもね、エリカ社長ちょっと技を使ったんですよ。僕に伝わるようにするために褒めてくれたんですよ。僕を天才型って言われたから、悪い気せえへんな、って思いながら、あれ、してやられたって今思ったよね誰かをこう成長させてあげたいとかっていう時に、やっぱりそのコミュニケーションの一環として褒めるっていうのはむちゃくちゃ大事だと思うんですよ。まあもちろんその褒め方も大事で、今エリカ社長が使ったのは直接的に褒めるっていう技を使いましたけど、例えば間接的によくエリカ社長は褒めますよね。例えば介護施設うちで運営してるんですけども、はい、その施設長の子にその中で働いている最近の入社された社員さんのことを、あの子最近すごくいいよねって、すごいいいと思うよみたいなことを言ったら、その施設長は、あ、鈴木常務が何々さんのことをすごい褒めてたよって言われる、言われた側としては直接言われるよりも間接的に聞いた方が嬉しいと思うパターンもあるじゃないですか、そういうのを上手なんですよ。なんか褒め上手、褒め上手。エリカ社長の話に戻しますけど、はい、まずね、褒めてあげるとか相手の話を聞くって当然なんですけど、やっぱそこをきっちりやった上で、この人はどこが弱点なんかなっていうのをこう考えるんですよ。モチベーションめっちゃあるけど、うわーって走っていきすぎて、目標設定とか予定管理とかがなかなかできひん子って結構いてて、気持ちは先走るんですけど、やることの優先順位が分かってなくって、いろんなものから手つけてごっちゃになってパンクするみたいな。なるほど。パターンの方も結構いてるんで、こういう方に関してはやる気はすごいあるから、何ヶ月後にこういう風なゴールまで達成しようねっていう目標を一緒に立ててあげる。今の一緒にね。そうそう、これが大事ですね。一緒になんです。やる気はすごいあるんで、任せてあげるっていうのも大事なんです。目標だけ立てて手取り足取りやるんじゃなくって、そこのゴールまでは自分でやるように任せてあげる。会社長のいいところは漢字で言うと信頼なんですよ。信じて、その子のことを信じてるから頼ってるんだよっていうのが相手にきちんと伝わってるんですよね、だから自分ももっと頑張ってあの方と一緒に並べるように頑張っていこうみたいなモチベーションがアップしてると思うんですよね、
でもやっぱりこう任せてあげて信頼してるよっていう感覚が相手にないと相手もやる気なくすと思うんですよ。そうなんですよ。自分の存在意義だから、うん、例えばこう事務員の方経理の方のお仕事の中でこの方の仕事は例えば自分が辞めても誰でもいけるんだと思ったら自分の価値って薄くなっちゃうじゃないですか、うん、じゃあモチベーションってそんなに上がらないと思うんですよ。そこの中でその方その方のポジションに合わせて、まあ、もちろん褒めてあげる部分ときちんと信じてる部分頼ってる部分っていうのをきちんと明確にしていくとその方の存在意義っていうのがきちんとあるからこの会社でもっと私頑張っていこう、うん、頑張っていこうっていう風になることがモチベーションアップなんですよね。まあ、目標管理ともう一つ言ったんですけどメンタル管理の部分が必要な方っていうのが結構ね目標きっちり自分では立てて自分の仕事を整理できてるんですけどきっちりしすぎて現実を見すぎて前に進めないみたいな。もうちょっと尻込みしちゃう。ちょっと僕のメンタル管理してもらっていいですか。今最近ね令和の虎っていう YouTube チャンネル出てるんですよ。はいはいはい、語学に座ってたんですよ、はいはいはい、僕の思ってる語学の動き方はできたのかなと思ったらできてないんですよね。そういう意味でなんか落ち込んでるっていうか、うん、メンタルがね。それでも自分が思ってるだけで自分ができてないなって思ってるだけじゃないの。なるほどね。何思ってしまうね。妄想してんの見てるわけじゃないねんか。例えばの話だっただけで僕だから全然自信喪失もしてないしなんやったらもう絶対に俺が一番人気の虎になってやるって思ってるタイプ。その中でまあ自分の特性って自分で理解してるじゃないですか、はいはい、どちらかって言ったら僕どんどん喋っていくタイプ、うん、切り込み隊長みたいな感じなんで5枠とかよりも逆に1枠とか、はい、立ち位置で言うと5枠ってよく林さんが座っていらっしゃるんですよ。1枠って僕の中で一番誰をイメージするかって言ったらドラゴン細い先生が座ってるんですよ、はいはい、だから僕は林さんになりたいかドラゴンさんになりたいかって言ったらドラゴンさん。これは別に容姿のことじゃないですよ。性格上の話ですよ。これだけ自分の話をできるっていうことがねもうメンタル管理できてるっていうことです。ありがとうございます。まとめていくと、はい、モチベーションをアップしていくためにじゃあ、うん、エリカ社長が一番大事にしていることって何ですか。相手の話を聞くっていうところですね。そうですよね、はい、うん、よくやっちゃいがちなんですけど結構アドバイスなんかこうええこと言うてあげなってこう思っちゃうんですよ上司って。なんですけどええこと言うんじゃなくて相手は自分の言い分とか聞いてほしいと思うんでまずは聞いてあげてそこに自分やったらどう考えるかなこの人の立場ならっていう視点で相手にアドバイスをしてあげるとかアドバイスしなくてもいいと思うんですよ。極論聞いてあげるだけでも聞くの9割でいいと思います。それ僕言った話する昔何営業で一番大事なのは、ま、より伝わるようにするためのの研修で冒頭は聞き手話し手の割合でまずは聞き手9割で言ってください。話し手1割で言ってくださいと聞き手9割の中でその方との共通点例えば共通の知人であったり共通の趣味であったり相手と増長していくそのタイミングから徐々に営業の場合は話し手を1割から2割3割4割っていう風に上げていくとそのお客様からすればこの方は自分の話を聞いてくれるなこの子いい子かなっていう意味で心のシャッターが開くというかシャッターが開くまでの間は僕たちは何者でもあってはいけないんですよ。そのシャッターがちょっと開いた瞬間に水がぐわってこのシャッターを押し上げるっていう研修を僕しましたよね。だから僕の手柄じゃないんですか。なんかでも部下としてはもやっとしました。そうなんですよ。だから僕ダメな例をやったんですよ。上司は部下の手柄を絶対取ってはいけないですよね。そうそうそれなんですね。どんな時も手柄は部下に持たせてあげないとダメなんですよ。モチベーションの話結構聞けたと思うんですけど、うん、ポテンシャルの部分ももっと聞きたいなと思うんですが、これね喋り出したらすごい時間かかっちゃうからここは天才のエリカ社長に天才お願いします。いやそれはやっぱ習慣化させることじゃないですか。潜在能力ってみんなそんなに変わらないと思うんですよ。それだったら習慣化して日々努力を積み重ねて潜在能力を高めていくっていうのがベストなんちゃうかなって私は思います。あルーティーンですね。じゃあそうそうルーティーン化させる、うん、瞬間的にすぐに潜在能力が変わらない。そうそう日々継続して努力していって積み重ねていくとその方の持って生まれた能力をさらに深いところまで広がっていくよみたいな感じですか。そうですそうです。だって私部下の育成とか人の教育めっちゃ苦手やったんですよ。それ日々こう人の話を聞いたり部下の育成を考えたりしてるとそれが逆に楽しくなってこれってポテンシャルが伸びたっていうことじゃないですか。そのきっかけを作ったのは僕が信じて託したからですね。エリカ社長の方が僕よりも絶対人を育てるの上手だよって俺できひんからお願いしますって託したじゃないですか、うん、まあ、結果は僕がすごいっていうことですね。谷本家というわけで
今回の谷本家取り込むチャンネルでは、人のモチベーションを上げたりとかポテンシャルを上げるためにはどうしたらいいのかっていう内容でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんからのご意見はコメント欄にご記載ください。またチャンネル登録であったりいいねボタンよろしくお願いします。 TikTok もね、エリカ社長と様々なコラボ企画をやっていきたいと思いますの で、 そうなんです。ぜひ TikTok 取り込むチャンネルもフォローお願いします。というわけで次回の動画まで、バイ。